休みが終わって、今日から3学期始まります。夜のうちに降り始めた雪は、心配したけど、でも朝にはもうすっかり止んでいて、乾いた空気がとても冷たいけれど、静かによく晴れた空。でも花よは、ちょっとだけ切ない気分でその空を見上げていました。
いっぱくゴミだにゃ。受験シーズンだもんね。みんな気持ちは同じなんだね。すっごい行列。どうしよう、並ぶ？でもこのままだったら日が暮れちゃうかも。どうしよう、せめて3年生の3人にほんのちょっぴりでも恩返しがしたいと思ったのに。花よ、こんなことも満足にできなくて、もうすぐみんな卒業しちゃうのに。ああ、かよち泣いたらダメにゃ。そうだ、それならリンいいとこ知ってるにゃ。え、あ、ちょっとどこ行くの、リンちゃん。都会にいなくちゃ何もできないって思ってたけど、もうそんな風に考えない。よかった、こっちは大丈夫だった。懐かしい、ここでいっぱい練習したね。神田明神は受験の神様っていうわけじゃないけど、ミューズにとっては縁起のいい神様だし、何より私たちの練習場所だったから、これまでたくさんお参りしたもんね。うん、きっとおなじみの私たちになら神様のご利益授けてくださるかもってね。よし、エリちゃん、ニコちゃん、のぞみちゃんの3人の合格を祈って。よし、まだ一気に登れるか競争にゃ。わー、ずるい。そして一気に階段を駆け上がると、そこにいたのはなんや、二人とも赤い顔して、どうした、うちに会いに来たの？のぞみちゃん！なんでここにいるにゃ！ 3 年生は今日から受験期間中でお休みじゃ！ああ、それな。そうなんよ。そういうわけで、せっかくお休みやから、うち今日はここでご奉仕させてもろてるねん。だって受験勉強は？こんなことしてる場合じゃないじゃ！まあまあ、そないせわしいこと言わんと。拝みに来たんやろ。せっかくやし、うちが案内してあげるわ。お大黒さんに恵比寿さん、正門さんのフルコースやで。みんなと一緒だと、あ、よかったら遊びにおいでよ。私たち二人を連れて神田明神の境内を回りながら、のぞみちゃんは教えてくれました。3学期は受験で3年生がお休みっていうのは本当なんだけど、中には受験しない人もいるし、推薦の人もいて、全員が受験一色ではないこと。といってもニコちゃんとエリちゃんはきっと今頃頑張って受験勉強してること、のぞみちゃんはもう推薦で進路は決まってて、してること、高校3年って言ってもいろんな過ごし方があるんですね。あだよ、知らなかったです。どうかエリちゃんとニコちゃんの受験がうまくいきますように。リンちゃんと声を合わせてお祈りしたその帰り道、なんかいつもと全然同じだったね、のぞみちゃん。なんだ、リンが励ましても全然ダメだのぞみちゃんに会ったら一発チャージ。ずるいなあ。もうあのね、花よ、なんだか分かった気がするの。なに？のぞみちゃんもエリちゃんもニコちゃんもミヤズも、それからもちろん2年生の3人も、1年の私たちだって、きっと時が経てば成長するし、学年も変わって、みんな必ず変わっていくところはあるけれど、でもきっとやっぱりみんなどんなに変わっても変わらないんだなって。変わっても変わらない、なんかなぞなぞみたいだにゃ。でもまあいっか、早く3年生の受験終わって戻ってきてくれるといいよね。そ
したらまたミューズのみんなでどんどんライブやっちゃうぞ。リンちゃん、それはきっとちょっと違う気がするけど、まあいっか。大切なことはみー